と1曲目はモーツァルト・ビートーヴェンの5曲目で、この曲はですね、普段普通はですね、クライネット2本とハムこのトリオで演奏されることが多いです。それに今日は果敢に、クライネット・フルートからファゴットみたいなアルトクライネットが珍しい、このトリオでモーツァルトさんの想定外にびっくりするんじゃないかというのはそんな編成で、